横浜 F マリノスから加入しました、ゴールキーパーの梶川裕司です。よろしくお願いします。僕の強みは、シュートストップも強みにしたいんですけど、やっぱり自分の中では、足元のところが自分は一番自信持っていて、ゴールキーパーも、11人目のフィールドプレーヤーみたいな見方があるんで、そういったところで、ディフェンスの選手とより高い位置で関わりながらゲームを作っていくというところに、自信は持ってます。攻撃の部分で1枚多くなりますし、相手がプレスかけたところでキーパーのところで剥がせたりとかすると、やっぱり前に数的有利が生まれるんで、そういったところで良さを出していきたいなというふうに思ってます。やっぱりボールを足でよく練習から扱うことだと思いますし、常に状況が分かってないとパスも出せないんで、周りを常に見とくことかなというふうに思います。予測する力かなというふうに思います。なんていうんですかね、蹴り方とか、クロスだったらこの辺に来るんじゃないかとか、そういうところで予測が一個余裕持ってできると、やっぱりキーパーも迷わずちゃんとしたいいポジションに取れると思うんで、そういったところの予測かなというふうに思います。でも最後はやっぱり考えすぎずに、シュートを対応するということが大事かなって思います。それこそやっぱりシュート止めた時とかじゃないですかね。でチームの勝利に貢献できた時っていうのがやっぱり安堵感っていうんですかね、笛が鳴った時にすごい安堵感はあります。今この J1 という舞台で試合に出続けてチームの勝利に貢献していきたいというふうには常に思ってるんで、個人的にはやっぱり全然物足りないですし、試合に出場したくてこのチームに来て、そういったところではチームの力にも全然慣れてないですし、個人的にもすごいもどかしいというか、腹立たしいというか、もっとやれる自分をもっと見せていきたいですね。